アルトゥール・フォン・ランベルクは、オーストリア生まれのドイツで活動した画家である、ミュンヘン美術院の教授などを務めた。ウィーンに、ハノーファー出身のオーストリア陸軍の軍人、ゲオルク・ハインリヒ・フォン・ランベルクの息子に生まれた。弟に、オーストリア軍の将軍になった、ヘルマン・フォン・ランベルクがいる。王子には、ハノーファーの有名な画家、版画家のヨハン・ハインリヒ・ランベルクがいた。 父親の勤務の関係で、イタリア、ドイツ、ハンガリーで、少年時代を過ごし、ハノーファーの王子から、美術の手ほどきを受けた。1840年に、プラハに移り、プラハカレル大学で哲学を学び、プラハの美術学校でフランキシェク・カドリークに学んだ。その後、ドレスデンの美術学校で、ユリウス・ヒュブナーに学び、1849年に、 ミュンヘンに移り、歴史画や風俗画を描いた。版画家としても働いた。1860年に、バイマルのザクセン大公国美術アカデミーの教授に、任じられ、6年後にミュンヘン美術院の教授となった。ランベルクの教えた学生には、アルベルト・ケラーや、コンラート・グローブ、ビルヘルム・ライブルーらがいる。バルト・ブルク城の壁画を描き、版画家としては、フリードリヒ・ホンシラーや、 ゲーテラの作品を題材に多くの作品を制作した。甥いのアウグスト・フォンランベルクはオーストリア海軍の軍艦などを描いた海洋画家になった。ありがとうございます。